参りました。ここは西舞鶴駅です。今日はここ西舞鶴駅から鉄印巡り旅、京都丹後鉄道行ってみたいと思います。 JR と丹鉄って書いてあります。行きましょう。こちらですね。こちらワンデーパス、こちらを使っていきたいと思います。さあ行ってみましょう。これが丹後の海ってやつですね。丹後のこちらになります。長いですね。さあこちらで向かいましょう。天の発射台へ向かうぞ。総合から丹後の海です。さあそんな豪華な列車乗って天の発射台へ向かいたいと思います。ここに鉄印があるんですけど、やってないんでとりあえず天の橋立というものを歩いてみましょう。させていただきますね。お願いします。本日様お願いします。そしてこの感じ素晴らしいじゃないですか。いいですね。こういう感じですね。津波切ってまいります。これで反対側のところまで行くのにだいたい50分歩くと言われております。50分歩いて反対側なる神社行ってみたいと思います。終点まで 2.6 キロという看板があります。現在地ここブン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 って歩いて向かうはここの神社です。そして見てください。こちら松並木の向こうに朝日がありますよ。素晴らしいじゃないか。この景色だよ。鉄印を求めてやってきたこの景色だよ。いやー素晴らしい景色だな。さあこういう道をずっとですね散歩できるわけですよ。最高じゃないですかこれ。雲の松、雲の合間に座れることという意味で立つものを表しているですか。立派な松ですね。美しいですね。磯清水、この先の井戸は磯清水と言います。海に囲まれていますが真水であることが有名です。天の橋立神社です。じゃあちょっと天の橋立神社お参りしたいと思います。ではお願いします。お願いします。
シャーヘッド。いいですね。これが天橋立神社です。そして色が見えますか。これですね。真水が湧くという井戸。井戸水百選。てるわけではないな。自分でバケツで取る感じだったな。どうだからそういうことなんでしょうね。こうやって何も考えず、ただ波の音を聞きながら散歩する。別にこれでいいんだよ。余計なことを考えてはいけないんだよ。研ぎ捨てこの神社っていう神社ですね。結構のパワースポットみたいなんですよ。対岸にやってまいりました。すい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 、フェリー乗り場ですね。うわ、さすがにすごい神社だこれ。これが元伊勢この神社のパワー感です。圧倒的なパワー感ありますよ。よっしゃ、やってきたぞ。でついにお通りに天の橋立て駅に立ってやってまいりました。元伊勢この神社のパワースポットです。ですね、でから注ぐビルテンズです。お願いします。この神社与謝野宮、この結婚の神様ですね。こちらになります。行ってみましょう。綺麗な中を撮影禁止のですね、ここから先は私が代わりにお参りしてまいります。この狛犬の重要文化財らしいですね。すごい狛犬です。まだかこれ、すごいな狛犬の写真は。そんなパワースポット感満載の、そしてこの神社ってまいりました。この橋ですよ。この橋から始まったんですよ。戻ってまいりました。先ほどお参りした神社ですね。山門の方ってここ御神とかないのかな。御神やってそうですね。天の橋立てを歩いて鉄印ゲットです。天の橋立てで鉄印をゲットしました。最後は全線を乗り通してこの鉄印巡り旅、京都丹後鉄道編締めたいと思います。こちらに乗って終着駅に向かいたいと思います。ということで今日は京都丹後鉄道鉄印巡り旅でした。
浜の発足平決の巡り、最後豊岡までやってまいりました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。